こんばんは、久しぶりの刺繍になりました。ジュンです。この動画では、ルシアのホームページからダウンロードツアーを使用して自分の T シャツに刺繍をしていきます。最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。全然触ってなかったんで、続きは前回の思いっきり続きからなんで、非常に分かりやすいかと思います。ちょっと今日、座り椅子の位置を変えてるのでカメラ確認しながらやりますが、なんとか見れるようになっていることを祈りつつやりたいと思います。一月ぐらいかな、あんまり刺繍してなかったんですけど、飽きたわけじゃなくてちょっといろいろやることがあって、もろもろそのやることをもろもろやってたら帰ってきて、ああ刺繍したいな、でも眠いなの繰り返しでしっかり寝てました。こうか、よいしょ。今ちょうど、7月の4日、明けて5日かな、7月の5日なんですが、天気がずっと悪いですね。よいしょ。やっぱりソファーの上で座ってやるのは良くないかな。ちょっと座布団に変わるものを用意します。すぐです。ごめんね、これ譲って、毛布あげるから。すいません、お待たせしました。さて、やっぱりガツガツやってる人ですと1ヶ月もあれば、ちっちゃいものだったら、手間のかからないものだったら、一つと言わず二つ三つ作ってらっしゃるんですかね。僕はまあ理由はどうあれ怠けちゃってたんで、どうしても少なくなっちゃったんですが、まあとりあえずできること一つずつやっていきたいと思います。一ヶ月ほどやってなかったのは、全然関係ない事情の方で、病気とか、今話題の感染症とか、そういうものではないです。あ、いいかな。と、まあ、ちょこちょこ話してたんですけど、ダイエットをしてまして、
まあ、当初の目標の13キロ、14キロかは余裕で落としたんで、今ちょっと維持をするか、このままさらに痩せるかでコントロールしていきたいなと思ってるんですけど、刺繍とは関係ない話ですけど、そうですね、この動画見終わったらちょっと久しぶりに、YouTube の自分のチャンネル開けてみたいと思います。チャンネル登録者数ゼロになってたらどうしよう。この辺がいいか、この姿勢にしよう。皆さん、梅雨前から梅雨入ったあたりどうですかね。どんな生活されてますかね。相も変わらずテレワークだったりするんでしょうか。僕は全然普通に会社行って仕事するタイプの仕事なんで、テレワークとかはないですね。なので、コロナのワクチンとか来たら僕はすぐ打っちゃおうかなと思ってるんですけど、まあ、いろいろ副作用も心配だと思いますけど、とりあえず安心したいなみたいな気持ちが強いですね。あ、ワクチンを打ってね、安心したいなっていう気持ちが強いですね。隙間空くぐらいはどうでもいいんですよね、直せるから。問題は色が移ってから、色が次の色になってから、ほらこれグラデーション糸でだんだん色が変わっていくじゃないですか。次の色にしっかり糸が戻っちゃってからだと、今やってるみたいに修正がちょっと難しいので、今度は別の方法でやんなきゃいけなくなっちゃうんですけど、遠い気がするんだよな、これもさっきみたいに。
いつもやってるより手の動きがだいぶ遅いと思うんですけど、まあごめんなさい、しばらくやってなかったんで、この辺はどうかご容赦ください。よいしょ。いや、楽しいな。もちろんね、そんな上手ではないんですが、刺繍楽しいですね。一目一目。これもうちょっと上にやってもよかったか。やっぱりね、1ヶ月もやってないと、まあスピードとか正確性とかが落ちるのはそれはしょうがないんですけど、また全然別のことなんですけど、こうやっぱり生活に変化があったりとか、なんかいろいろあって、そうするとね、前どうやって自分の動画撮ってたかな、どういうテンションで撮ってたのかなとか、結構謎になっちゃいましたね。とりあえずここで一本打つか。これだと隙間が空くと思うんですよね。よいしょ。なんかもうちょっと手早く動かせてた気がするんですけどね。でもそんなでもないか。多分この1ラインに 3,40 分はかかってたと思うんだよね。20分から 3,40 分。
今週中にできれば完成できるといいなと思ってるんですけどね。よいしょ。例えば先週初めてアフタヌーンティーに行ってきたんですけど、なんか立体的な食器というか、カゴ、鳥かごの中に、鳥かごの柵のついてない鳥かごの中にお皿が何段かになってて、サンドイッチ、それから何だったかな、プリンっぽいもの、スコッチじゃなくて焼き菓子、とまあいろいろ食べたんですけど、どれも思ってたより美味しくて、初めての体験だったんですけど、行ってよかったなって思えるぐらい。お茶を飲みに行くことはね、よくあるんですけど、アフタヌーンティーってなんか予約してしっかりした感じの、そういう専門店みたいなところに行くのが初めてだったんで、ちょっと緊張しましたけど、よかったですね。これ一マス開くでしょう、ね。実はここで懺悔しなきゃいけないことがあるんですけど、ちょっと取り返しのつかないことをしてしまいまして、僕今ダイエットをしてるんですけど、深夜3時ですね、先ほど我慢できずにもりもり食べました。なんというか、なんというかこう、もう朝起きた時から今日は食べちゃおうと思ってたんですよ。久しぶりにだから自分に負けましたね。すごい悔しいです。しかもね、作って食べるんですけど、しばらくご飯なんか作ってないから、上手には作れないです。なんとなくでは作れるんですけど、
ソースなんか一から手作りしてらんないから、お肉にかけるソースね、自分で作れないから、もう市販のお肉用のソース買って、でパスタ茹でて食べるんですけど、まあ今回ね、生のバジル、僕いつも乾燥バジル使うんですけど、生のバジル初めて使ったんですけど、それも火に入れるタイミング一番最後にしよう、出来上がりの直前にしようと思ってたら、多分火最初からニンニクとかを炒めてるあたり、オリーブオイル入れてすぐに入れてよかったのかなとか、ちょっとそういう手順が分からず気になりますね。一段が終わるな。一段とか二段目ですね。よいしょ。そうそう、今週雨ばっかり降ってたんで全然走れなくて、今日曜日なんですけど、最後に走ったのがその前の日曜日だったんですね。なので特にやることもなく遊んだり、まあ人とも遊びましたけど、感染対策きっちりしてね。ブラウンは機能性の追求の先に優れたデザインが生まれると考えます。一度で反り切る、だから肌に優しい、その機能を追求したシリーズ内ブラウン。そうですね、あとこの間一人で金沢バイクで行ってきたんですけど、その時の話とか、もうこれからバイクに乗りたいっていう職場の子たちに
男の子たちにすごい興味津々で聞かれますね。疲れましたかとか、お金どれぐらいかかりましたとか、向こうで何泊してきたんですかとか、お金はもちろんね、その日に使ったものなんでわかるんですけど、僕金沢に2時間ぐらいしかいなかったんで、泊まってないし、パフェを食べる以上のことをしてないんで、ちょっとその辺が答えられないし、なんかせっかく行ったのにもう一息遊べたなっていうのが、なんか反省というか心残りというか、そうですね、今後の課題的なことですかね。これ終わったら夏場だし、ハンカチか何枚欲しかな。ハンカチ何枚か作っときたいですね。5、6枚あるといいかな。よいしょ。
さて、こんなとこですかね。メリハリがないんで、次の一本は収録しないでやっちゃおうかな。で、その次の一本、ラスト一本を、途中から始めて、このプチドリの途中までやって、こんな感じですよ。で、その後はもうひたすらここのサテンステッチを、ひたすらこれはノーカットでやっていく。それぐらいの方が飽きないかもしれないですね。僕も、だらっとした格好のままできるんで、ちょうどいいかもしれないです。はい。ということで、よろしかったら、これもうちょっとで完成、もうちょっとって言っても、まだ3分の1も終わってないんですけど、完成させますんで、完成させていきたいと、頑張っていきたいと思ってますんで、よろしかったら皆さん次の動画も見ていただけると嬉しいです。間空いてしまいましたが、今週中もう一本は少なくともやれるかなと思っておりますんで、できるだけ、撮って、すぐ流していきたいなと思っています。それでは、ここまでのお相手はジュンでした。皆さんご視聴ありがとうございました。失礼いたします。